さあ今日は秋田駅やってまいりました。今日は秋田駅から本当は散歩したいんですけど、マサオもいる。散歩できるでしょうか。じゃあ行ってみましょう。今日は人が少ないですね。まずなの何ですか。少ないの。新幹線が動いてないからじゃない。動かない分には人いるなって。いやいや、ここに足止めされてる人でしょ。足止めされちゃった人か。みんなこれこれですか、祭りって。アンコン祭りってこれですね、祭りなぁ。ここまでしか染まってない。本って飽きた。本当はここにね、神社あるんですよ。あそこ ね、あこれで十分来た感じあるわ。いや、いい感じ、いい感じ。関東祭りに来たって感じだ。関東祭りやってまいりました。もう祭りに来た感じ十分あるね、これ。よかったね、来て。祭りだ、祭りだ。これを人が持ち上げるんでしょ。これを人が持ち上げるの。うん。そういうことなの。ああいうことか。ああいうふうに手で持ち上げるってことか。ナマハゲちゃんがいた。ほら、当たってた名前、ナマハゲちゃんだよ。そのイメージですか。大体イメージできたからいいや。祭りを想像できました。そしてこれ、わらべ。子供が横になってるってイメージね。そういうイメージね。あ、金マン、ここに売ってるよ。金秋田名物。しかもハローキティとコラボ。あ、ここに横の店がそう。コラボだよ、金マン買う。これですか。早速食べたいです。もう食べたいの。だって、ハローキティ、金マンは生ものです。はいはいはい、ハローキティですよ、本当に。いいですね、はい。焼きんがね。どうですか、金マン。金マンの前で食べる金マン。金マンの前で食べるハローキティ金マン。出ます。うん。やっぱ焼きたてうまい。ここに飽きたふるさと物産展あるか、後で行ってみる。4000点の品揃えだって。先行く？秋田ふるさと物産市開催中。行きます。ここは4000点。なんかみんなこの音楽だよね。関東なのね。これは関東なの。こっちのお店行きます。ふるさと物産市でした。めぼしいものは納豆かき混ぜる食器でした。ここにも関東、関東あるよ。関東かわいいね。これだ、私が求めてた祭りは。ハスいっぱい咲いてるよ。雨止んだ、止んだ。ハスに出会えたからよかった。ハスに出会えたってことにね。ほら、伸びたよ。伸びた。まだまだいっぱいあるね。うわー、こんなに咲いてるのすごいね。今ここ神社、ここ八幡秋田神社と八幡神社、ここに行くの。ここに行くの。秋田枝を6日で往復した俊足の飛脚、与次郎くんだって。与次郎くんなのこれ。すごいことが書いてあるよ、話に。ネタバレちゃったんだって。きりこれをみんな見れるのと思ったら、私たちはもう入るんですね。もうこれでいいんです。これです、見た感じ。これ、これで。めちゃめちゃでかいよ、花が。素晴らしいですね。ここ。ん？ほら。圧巻。
公園やってきました。これが秋田の名物公園じゃないですか。千秋公園の由来、秋田二十万石佐竹氏の異常ですよ。久保田城の城跡、久保田城日立から飛ばされましたよ。これ日立から飛ばされたって書いてある。なんか東北の方の城ってみんな関東から飛ばされた人なんだね。鶴岡もそうだったでしょ。まあそうだったね、意外と。ここもそうじゃん。みんなこう東北の方に流されたってことなんだね。広いね。表門すかこれ。よいしょ。あったよ。電車。そうだよ。お参りしましょう。ああ、手水は出てませんね。出てないってことで。お願いします。怖いガラス。いいですよ。これ。咲いてねえよ。ここに大きい道路があった。石みたいなのあるじゃん。こっちの神社はなんかでかいよ。なんか立派だね。違う神社でしょ、これ。まさか。だってそう書いてある。いやたか神社。いやたかじゃない、いやたか。消えちゃって読めねえわ。じゃあ、終わりしたいと思います。こちら、手水の屋根、素晴らしいんですけどね。でも、閉鎖ですね。ちょっとこの松上をちょぎっちゃったのかな。じゃあちょっとお参りしたいと思います。お願いします。平田さん、手合いそうじゃない。御朱印って書いてある。あったら御朱印取れました。